Salut à tous, c'est Onyx, bienvenue sur la chaîne, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, et on reprend Genshin, là où on était arrêté la dernière fois, on avait terminé nos quêtes d'Archon, et là, il y a, en sortant du donjon, il y a Ayaka qui est venue nous parler, donc let's go. はい。私個人のお願いです。個人ってことはプライベートなことか?はい。私のお母様に関することでございます。突然で申し訳ないのですが、このことはあなたにしか頼めません。先日、古い蔵の中からお母様が残した手記を見つけました。 そこにはお母様が書き留めた様々な指示が記されていたのですが、その中に私の聞いたことのない人名が頻繁に出てきていて、とても気になるのです。お母さんの友達じゃないか?はい。両親が亡くなってからすでに何年も経っているとはいえ、 関わりがあった人物については、私もお兄様も大抵は存じております。ですので、この名前も聞いたことのないお方が非常に気になるのです。ぜひお会いしてみたいと思い、手記には相手の名前は椿と書かれていました。お母様から高く評価されていて、 個性的で遊び心あふれる方だったようです。聞いた感じ、女の人の名前だな。はい。その女性に会ってみたいのです。じゃあ、オイラたちは何をすればいいんだ?人探しか?いえ、手記には彼女の住所が記されていましたので、直接そちらへ赴けばいいでしょう。旅人さんに依頼したいのは、 一緒に手土産を用意していただきたくお思ったからで、それと先ほど言ったことはどうかご内密にお願いします。もともとこのようなことはお兄様と一緒に対応するべきなのですが、今お兄様はとても忙しく、はい、あなたは礼儀作法に詳しく、 人を思いやる心を持った優しいお方です。それにとても頼りになりますし、あなたといると安心できます。おお、手土産の用意ならオイラたちも手伝えるぞ。報酬はそうだな、うまいもんをごちそうしてくれるだけでいいぜ。それはよかったです。もともとこの機会を利用して おや、これは祭りの告知だ。そういえば、オイラたちまだ稲妻の賑やかで面白い場所に行ったことないぞ。違います。私はただ、お祭りは稲妻でよく行われているので、私たちシャブ行の者は
すでにそのような風習に慣れていると言いたかったのです。この時期になると稲妻の民たちは皆お祭りに参加します。それと同時に治安維持も難しくなり、もちろんお祭りは賑やかで楽しいものなのですが、私たちにとっては心配すべきことでもあるのです。あ、仕事ばかりに気が入ってしまい話がそれてしまいました。すみません。私が行きたかったのはその隣の店舗です。この看板を見に来たんじゃないのか。じゃあ早く店の中に行ってみようぜ。新しいお着物ちょっと見ていきませんか。あら、神里様に異教のお客さん方、小倉屋へようこそ。布地と着物のあつらえ、どちらをご所望で。こんにちは。こちらに着物の裁断図があるのですが、見ていただけないでしょうか。おお、裁断図なんか持ってきてたのか。どれどれ。おや、これは見ての通り、こちらはとても素晴らしい裁断図じゃないですか。神里様、この着物をあつらえたいということでよろしいでしょうか。はい、お願いします。神里様がうちに来て着物の注文をするなんて、小倉屋にとってとても光栄なことです。その着物を作るには芸商花で作られた絹が必要なんです。稲妻にある絹の多くはリーユエコーから輸入されたものなんですが、今は神里様も知っての通り、稲妻は今鎖国状態にあります。正直なところ服飾界隈も大きな影響を受けています。高級な布地が手に入りづらく、着物のあつらえも長いこと保留にしてきました。しかしお客さんがご自身で布地を持参できるのでしたら、着物を作ることはできますよ。自分で布を買わないといけないってことか。村屋ですら手に入らない高級布地、一体どこであれば買えるのでしょう。万国商会に行ってみてはどうですか。彼らは大陸各地に店舗を設けているので、私たちより多くのツテを持っていますよ。価格は少し高いかもしれませんが、このような時代ですので欲しいものが買えるだけで十分ですよ。稲妻で服を作るのはこんなに大変なのか。確か万国商会ってクリスのところだよな。といえばオイラたち、もう随分離島には行ってないな。ということはどうやら万国商会へ行ってみる必要があるみたいですね。ありがとうございました。布地を買った後にまた来ます。その前に少しお願いがあるのですが。早くのやつ、こそこそと何の話をしてるんだ。あ、はい、わかりました。ではよろしくお願いします。いえ、そうかしこまらないでください。正直我々小倉屋もすでに長いこと絹を使った着物を作っていません。それにとても綺麗な裁断図ですし、私も皆さんと同じでとても楽しみなんです。ありがとうございます。では私たちはこれで旅人さん、パイモンさん、万国商会で私たちの運を試してみましょう。行くぞ。ここが万国商会です。万国商会、クリスを探すんだったよな。いないみたいだから周りを探してみようぜ。
方で間違いないかと。一体どうしましょう。クリスさん、どうかなさいましたか。おあなたは神里家の綾香様。こんにちは。それに旅人さんも、お久しぶりです。近頃は。以前はどうも。あなたのおかげで私たちの商売もまたうまく回り始めました。あれ、ところでなんでこんなところでぼーっと突っ立ってたんだ。何かあったのか。それが、お恥ずかしながら万国商会の貨物が浪人に奪われてしまったのです。中にあった貨物とは何だったのですか。高級な絹です。あ、何年か前にリーウェから大量の絹を仕入れ、ずっと倉庫に保管していたのです。近頃稲妻城にある着物店の絹がそろそろ底を尽きるとの情報を耳にしまして、これを売って商売をしようと思ったのですが、まさかそんな時に、あの浪人たち、貨物を奪うとそそくさと森へ逃げていきました。私も被害届を出そうと思ったのですが、あなたも知っての通り、私たち外国の商人はあまりよく思われていません。勘定奉行の方々は私たちの話を全く聞かないどころか、もっと不運に見舞われればいいとさえ思っているでしょう。私も個人的に勘定奉行のやり方は認めていませんが、それでもここは稲妻です。クリスさん、発言にはご注意ください。あ、申し訳ございません。つい愚痴をこぼしてしまいました。今のところ良い案も思い浮かばず、我々商会の人間だけでは貨物を取り戻すことも難しい。この損害はきっと運命によって定められた避けようのないものだったのでしょう。正式な手続きはできませんが、遺失物の回収を手伝うことはできます。そうですか、やはり。って、えはい。しかし個人名義でこのことに対処するとはいえ、私の一元一行は多かれ少なかれシャブ業と神里家の印象に関わってくるでしょう。そのことだけが少々不安ですので、このことはどうかご内密に。それと、人生において困難に直面した時、必ずしも誰かが手を差し伸べてくれるわけではございません。あなたの万国商会という立場を鑑みて、私から助言がございます。不必要な損失を避ける。はい、必ず。しかしお手伝いいただけるのはありがたいのですが、これではあなた方に面倒をかけるのでは。万が一勘定奉行のお方があなたに対して何かよからぬ考えを持っていたら、それにあなたは民衆の間でも高い評判を持つお方、我々のような一般人のために損害を被る必要はありませんよ。ご冗談を。何を言おうと、私は神里家の長女、勘定奉行の方たちに私の行動を言及する資格はございません。おお、なんて気迫感じる発言。これが両家のお嬢様ってやつか。クリスさん、貨物が奪われた具体的な時間、場所、そしてその者たちの特徴を教えてください。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。時間は2時間前。皆さん、私と一緒に現場まで行き調査をしましょう。よし、
皆さん、ここが私どもの襲われた場所です。地面に何かあるぞ。これは足跡。非常に深い足跡です。森へ向かったようです。足跡が深いのは重い貨物を持っていたからでしょう。行くぞ。行くぞ。行くぞ。人数で何ができるというんだ。寝言は寝て。何を自信満々にそんなことは。なんて奴らだ。何か間違ったことを言ってるか。じゃあ聞くが、お前は他国から来た商人だよ。万国商会、稲妻の地にみすぼらしく寄生する害虫どもめ。お前らが今まで誰かに助けられ一度でも守られたことなんてあったか。立場もよく分かってないようだな。この稲妻ではお前たちみたいな無力な商人が駆られるのは当たり前だろ。おのれ。おい、やさまな。一つ交渉。モラを払ってこれらの布地を買うってのはどうだ。血まみれでここを去るよりはマシだろ。いい加減。私は…お待ちください。クリスさん、モラを渡す必要はございません。しかし…私たちの約束を覚えていますか。あなたはこの剣を他言しない。はい、そうでした。では、あなたは安全な場所へ避難し、自分の身を守ってください。ここからは…今回は大物が釣れたようだ。
コボ6308至急。話が通じないなら消えろ。うっせ。踊りなさい。ございません。やるべきことをやったまでです。神里様、旅人さん、お怪我は？大丈夫です、心配なさらず。あの浪人たちは逃げていきました。貨物に構う余裕もなかったようです。ありがとうございます、ありがとうございます。中身が無事かご確認を。牢屋。よかった、早く絹を買おうぜ。絹を？まさか皆さん。はい、おっしゃる。誤解するなよ、そのために手伝ったわけじゃないからな。たとえお前が落としたのが人参でもキャベツでも、逆にオイラたちは運がいいって思ってるくらいだ。もう少し遅れてたら。皆さん、本当に皆さん、絹が必要なんですよね。今すぐ一巻き用意します。ありがとうございます。あなたは私の恩人です、モラは取りません。差し上げます。いえ、定められた額をしっかりとお支払いします。商売に苦労はつきものです。パイモンさんが言ったように、私があなたを助けたのは利用するためではございません。気を使うことはございません。本日この皆さん、感謝の言葉もありません。本当にありがとうございます。このご恩は決して忘れます。私はこれから荷物を紹介へ運ばなくてはなりません。お先に失礼します。今後は。はい、絹をお売りいただきありがとうございました、クリスさん。じゃあな、もう奪っ旅人さん、お手伝いあり。でもあの浪人たち、お前を知らなかったみたいだな。あいつら、神里家のお嬢。そうかもしれません。私にとっては良いことです。本日の出来事を多くの人に知られるわけにはいきませんの。お前みたいな大物がクリスを助けるなんて、人が良すぎるぞ。そんなに褒めないでください。私はただ誰にでもできることをしたまで。私の立場上、彼の手助けをするのは確かにあまり適切ではないのかもしれません。しかし今回のことは身分や階級、なぜなら私は心の奥底では、民が困難に遭う世の中を正しいとは。申し訳ございません。このような無お村屋へ戻りましょう。店主、戻ったぞ。皆さんお帰りなさい。どうでしたか？万国商会に在庫はありました？はい、手に入れました。これを。よかったです。
絹以外の材料は店にあったはずだから材料の確認をしてきます。すぐ終わりますので皆さんはここで少々お待ち。絶対あるよな。もうこれ以上足りないものがなければいいのですが、そういえば旅人さん、実はかねてより、しかしあなたが稲妻の服装になれることができるかどうか。そうですか。そうでしたか。やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服へのこだわりをお持ちなのですね。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。あなた方の掛け合いは本当におかわいいですね。そうですか、わかりました。そういえば他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう。そうそう、それぞれの国で違った特徴があるんだ。優雅、高貴。着付けは非常に高度な学問なのですね。私もまだまだ勉強が必要。自身の気質を引き立たせ、体との一体感をもたらす、とても素晴らしいことです。ですのでおめかしは嫌いではございません。わかるぞ、確かにそうだよな。パイモンさんはとても可愛いので、どんな服装もお似合いだと思いますよ。お待たせしました。確認が終わりました。お疲れ様です。何か。いえ、材料は全て揃いました。大きさは裁断図の通りになさいますか。はい、わかりました。すぐに手配します。価格はこれで。はい、ではこちらを。もし可能でしたら。近頃はちょうど他に急ぎの注文がなかったので、今すぐ制作に取り掛かれます。ただ衣服の制作には時間がかかりますので、しばらく経ってから、それまでどこかでご休憩なされてはどうでしょう。オイラもちょうどそう思ってたところだ。他のところに行ってみようぜ。はい、それでしたら良い考えがございます。この後は旅人さんとパイモンさんを連れてお食事に行きたいのですが、いかがでしょう。場所はきちんと厳選してあります。君、高級すぎてかしこまってしまう料亭より、親しみやすい君並み料亭のお手は。Allez les amis, on arrête pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement. Salut tout le monde!